次に後藤森恵議員に質問を許します<上>後藤森恵議員私は会派未来の会の一員として 先に通告した事項について質問させていただきます大項目1つ目は本市の子育て家庭への支援についてです最初に中項目の乳幼時予防医療への取り組みについて考えを述べます疾病の早期発見とし早期治療が重要と言われているのは疾病に罹患した際に早期に治療開始を行われていることで予後が良好であることが挙げられます また他の側面としては、家庭医療費の削減による医療費の低下からの可処分所得の増加及び、乳幼児における、生涯における幸福度の向上に寄与する点があると考えています。何をもって幸福とするかは、個人に委ねられる点ではありますが、どの人をもっても自身の健康について良好であることが幸福度から見ると、ふとすることは基本的にはないと考えます。そこで、乳幼児予防医療の取り組みについてですが、 現在の乳幼児予防ワクチンの接種によって一定の感染症を防ぐことが医学的に予定されております。そのため、幼い命を生命の危機にさらさずに済みます。また、一生涯の負担ともなる後遺症も発症可能性がありますが、それも生じさせることもなく、健康で元気に生活していくことが望めます。質問に入る前に、背景などを先に述べさせていただきます。現在、乳幼児予防医療の取り組みの中で、 定期接種されていない各種予防ワクチン5つの中で、定期接種となってもよいとするロタウイルスによる感染性胃腸炎と分布数ウイルスによるオタフクくかぜについて、国の方針としては一致しており、その安全性についても、厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会にて、本年6月および8月にも話し合われています。その他のの他点についいいててては積極極接接種種として現在もされていない消極的接種の子宮頸がががんワクチンがありますが この子宮頸がんワクチンにおける副反応率よりも、ロタウイルス予防及びムンプスウイルス予防ワクチンには副反応率がとても低く、現在の積極的接種となっている定期接種予防ワクチンである、承認用肺炎球菌ワクチンと同程度以下の副反応率であります。ここで二つのウイルスの危険性としたる症状について先に示します。まず、ロタウイルス感染症についてです。ロタウイルスの主な感染経路は、人と人との間で起こる運行感染であり、 感染力が極めて高く、たとえ衛生状態が改善されている先進国でも、ロタウイルスの感染予防は極めて難しいとされています。その症状ですが、ロタウイルスの感染により、腸からの水の吸収が阻害され、下痢症を発症します。これをロタウイルス胃腸炎と呼びますが、主症状は下痢、嘔吐、発熱、腹痛などであります。通常、1週間から2週間で自然に治癒しますが、脱水がひどくなるとショック、電解質異常、時には死に至ることもあります。 この症状の中でも脱水の症状や臨床的重症度は他のウイルス性胃腸炎よりも重いことが多く主に2歳児未満の乳幼児に重度の脱水症を認めます日本で入院を要した5歳未満の小児急性胃腸炎の原因を検討すると40%から50%前後がロタウイルスであることが判明しています次にこの治療法ですがロタウイルス胃腸炎に特異的な治療法はなく 下痢、嘔吐、脱水、発熱に対する対症療法として、一般的には有益療法や食事療法が中心となります。そしてこのロタウイルス感染症に伴う危篤な症状,状態として、脳炎、脳症も知られており、脳炎、脳症は生命予防や後遺症に与える影響が大きいと指摘されています。他の視点としても、ロタウイルスに感染して、ウイルス性胃腸炎を併発した際の社会的負担がございます。 ロタウイルス特有の胃腸炎で入院した場合には、これらの直接的な疾病負担や治療に関する経済的負担だけではなく、両親いずれかの保護者の付き添いや通院による欠勤などの家庭収入の減や、外来入院における来院時の交通費、さらにはおむつ経口補水液の追加購入といった間接医療費の問題もあります。ここには近年は、核家族や共働き家庭の増加などにより、休日や夜間の小児救急医療への負担増が報告されています。 ロタイウイルス胃腸炎予防ワクチンの臨床成績及び導入における接種利益ですが、現在、諸外国で使用されている、ロタイウイルス胃腸予防ワクチンは2004年に初めて発売され、その後、2種類のワクチンが100国以上の地域で使用されております。有効性についても、点滴や入院が必要な重症例を9割以上予防することが認められており、その予防効果も少なくとも3年間継続することが海外の臨床試験で認められています。 実際にワクチン接種普及が進んでいるアメリカやベルギー、オーストラリアなどではワクチン導入前と比べてロタウイルス胃腸炎による入院間割合の顕著な減少が見られています。また、エルサルバドルで実施された研究ではワクチン導入により1歳までのロタウイルス胃腸炎による入院が8割近く減少するとともにロタウイルス胃腸炎のシーズンには下痢症関連による外来受診が半減したとの報告もあります。これらの症状問題に対して 国の予防接種基本部会でワクチン評価に関する小委員会では、ロタウイルスワクチンやロタウイルス下痢症を発症するリスクを低下させるとしています。また、ロタウイルスワクチンには関節効果、集団免疫効果があると考えられ、その証拠に、三重県津市で実施されたロタウイルスワクチン1兆円入院例に関する研究結果をもとに、全国でのロタウイルス1兆円入院例の予防効果を推計した場合、ロタウイルスワクチンによって5歳未満のロタウイルス1兆円入院例が、 年間約1万2000例予防されていると算出されました次にムンプツウイルスについてでございます副反応の発現確率に関しては前述したロタウイルスや肺炎球菌などと同じ程度の発症率があるためその危険性やワクチン接種で社会的に話題に上がった子宮頸癌ワクチンよりも大幅に低い数値となっています重要な点は他にもありそれは接種利益としての疾病予防効果が上げられることです1000人に1人と言われる難聴ワクチン予 接種にて防ぐことができることは、日本自備院交学会、乳幼児委員会でも明らかにされています。この難聴は、ムンプス難聴とも言われており、一足性もあれば、両足性もあり、その障害程度は重度であり、治療予後も悪いため、学校教育課程での障害としては、呼びかけの際にどこから呼びかけられたかわからない方向性の低下、はっきりと聞こえない明瞭感の低下などが挙げられました。 そうなると、移動教室や課外授業、休み時間などの当初から配慮ができない場合、集団での会話が難しいことが想定されます。どこからか声がかけられたのか分からないことから、会話への対応も困難になり、将来車を運転することが必要な際は、バイクなどの車両がどこから来たか分からないといった問題も発生します。この予防接種で重症下痢症の予防や、難聴障害が予防できる接種者利益が未来ある子どもたちにとって大きいと言わざるを得ません。 そのため、子供たちの将来の生活の質の維持を行うために、担うためにも、このワクチンによる疾病予防は大きいと考えます。以上の理由から、既に述べた内容と一部重複化しますが、質問させていただきます。小項目にあります、予防ワクチンについてです。乳幼児感染症への予防医療処分野として、定期ワクチン接種として、各種の予防ワクチン接種が、現在市内の委託医療機関にて行われています。国ではいまだ定期接種化されていない、 現在検討中の任意予防接種ワクチン、それがついに伸びましたロタウイルスワクチンとムンプスウイルスワクチンの2つです。このロタおよびムンプス、おたふくかぜの2つの感染症が発症すると、その感染力による広範囲への伝染とその影響は大きく、ロタであるならば、大凸や激しい下痢といった危険な重度脱水につながり、乳幼児の命の危機が発生します。ムンプスウスウイルによれば 感染すると生涯にわたっての影響が残す、ムンプス難聴の障害が発生する場合があります。このムンプス難聴になると一生残る障害となり、子供の本人の負担ばかりが社会保障上の財政的負担も発生すると考えられます。親も未然に防げるものであるならば防ぎたいと考えることは自然で、現在は全額自己負担として任意の予防接種を受けています。このムンプス難聴においては世界保健機関でも ワクチン接種で90%の予防効果があるとされています。これらの感染症を未然に予防ができるか、あるいはその感染後の影響を最小限に抑えていくことが可能となる。さらに、乳幼児本人の早期の健康を開発、付き添う両親の健康維持、入院治療などに伴う家庭経済の損失防止にもつながります。現在の定期接種とされていない、この2つのワクチンへの定期接種補助の創設について、 郡山市や福島市などの他市への定期補助での接種支援を行っていますが、そこで、本市の乳幼児感染症対策の現状を踏まえ、これらの接種補助制度創設をすべきと考えますが、見解をお示しください。次に、中項目二つ目の三千三号の家庭支援についてです。女性の社会進出が当たり前になり、女性の集合観光の諸制度の整備、諸施設の整備は目,ま目覚ましく整えられてできていると感じています。いわゆる 外堀が埋められていく中で、本丸である少子化対策としての産みたいと思える環境の構築は実態としてなかなか進まないと感じています。先日もある40代の2人の子供を育てるお母さんの声を伺うと、産んだ後の日常の生活と育児で思うようになかなか手が回らず、イライラしてうまく家事育児ができないことへの落ち込みがあり、しかもその中で上の子供と赤ちゃんとのお世話がさらに身体的きず、心理的負担になっていると聞きました。 この状況をお聞きする中で考えると、未だに出産やその後の家庭生活の変わらない日常と、赤ちゃんとの新たな育児との対する、やれるのかどうかの強い不安、産後の慌ただしい生活を考えると、第二子以降への妊娠と出産の壁は高いと思われます。昭和40年代の親子2世帯の同居の時期と比べると、今は共働きの各家族が多いのが現実です。平成30年度版厚生労働白書の母子、保健、医療対策の推進のところにもありますが、 地域における切れ目のない妊娠出産支援の強化が挙げられており、より各家族が進展して今だからこそ、丁寧な子育て世策の展開が今後の少子化に歯止めをかけるのだと考えています。そこでお伺いします。小項目一つ目として、今後の子育て支援を考える上で、父親が育児参加しやすい環境づくりが求められていると考えますが、そこでこれらの支援が第二子以降の誕生へつながっていくと考える際、私の周囲の家族の声からも明らかから、 夫婦が共に育児に参加していくことで、多子家族が増えるという結果も鑑みて、これらの取り組みが本市の目指す合計特殊出生率1.8へと向かう子育て支援となると考えるが、市の認識をお示しください。次に小項目二つ目として、出産前後の体で家の掃除や食事の用意、場合によっては子どもの幼稚園や保育園の送り迎えといった日常の家事、育児があります。現実に育児中の子どもがいる中では、産後に大きく育児の負担がのしかかります。 この負担がいくらかでも軽減できれば嬉しいという安心感を望む一方で、現実には日々繰り返される食事の準備や後片付け、掃除や洗濯といった変わらない毎日があり、この現実から逃げたくなる塞ぎがちな子育ての現状があります。実際に子育て世帯の各家族が進行する今だからこそ、今以上の家族に寄り添った支援のあり方が必要不可欠であると考えます。出産を契気に本市に進みたい、住み続けたいと思ってもらえるように考えると、私は 既存の産前産後の支援施策や産後ケアの施策だけでは不足すると考えています。具体的事例として、郡山市や福岡市で行われている優勝での家事ヘルパー派遣制度があります。本市も家事支援まで踏み込んだ産前産後の支援をすべきと考えますが、見解をお示しください。次に2つ目の大項目として、進学及び市内就業への経済的支援についてであります。中項目1つ目の進学する若者への経済支援についてです。子供たちが大きく育ち、 その生育過程で多くの体験や考えから思いを夢に変え将来の地域、日本を担う大人への育てていきます。本市においてもまちづくりの基礎概念であるテーマには人を重視しそれがまちをつくり今後の合図は過をし発展させ続けていくと考えています。これはまさに市長の考える基本理念の温故送信に基づく財産の人と共に歩むことから他ならないと考えています。その理念をもとに歩む中で今後のまちの に支えて担い手としての重要なパートナー、若者がいます。この若者への支援について以下お伺いいたします。小項目一つ目として、高校卒業者への経済力と学力との関係について、高校を卒業し、偏差値が高い大学に行けば行くほど、世帯年収は高く、学力と経済力の差を見ることになります。学力を上げるためには本人の努力が足らないと一概的に思われているようですが、 勉強の環境も整えられず、進学後も学費を工面するため、アルバイトをして授業にして出席できないこともあるようです。国も貧困の連鎖を解消すべく、給付型奨学金の金額を増額し、また授業料の減免を行うことになりました。経済力と学力の関係は見過ごすことのできない問題です。特に今の社会では、 なかなか身形上がりで収入が伸びず家計が厳しい中、子供自身に夢があって、その実現に向かって一つの方法としての進学を考えてみても断念することがあります。そうならば、豊かな考える力、生きる力を獲得するためにも、一つの方法である進学を後押しすることは大切なことではないかと考えます。格差社会の生まないためにも、より豊かな社会を作り出すためにも、これからの将来にいら子ど子供たちへの経済的支援は重要なことであると考えます。 そこで、市はこの経済力と学力についてどのように認識して、今後はどのように支援を考えているか、見解をお示しください。次に、小,目小項目の二つ目です。奨学金など、経済的支援を受けることによる学費面や生活面は充足される一方、将来にわたって返還し続けなければならない、精神的な負担や返済のための無理な借り入れを行い、返還する、いわゆる自転車創業のような状況もあります。社会では、奨学金破産という現象も来ています。 世帯収入を昭和の時代のように右肩上がりでない今、奨学金の返済を抱えて、それに苦慮する学生自身の健康状態、身体、心理的、社会的側面も不安な部分が多いと伺っています。そこで、これらを踏まえて、学生への経済的支援の効果がどうあるのか、その見解をお聞かせください。続いて、小項目の3つ目ののつでです。本市では、独自奨奨学学金資金金金、資給与金や板橋 奨学資金対応がありますがすでに日本学生支援機構では奨学金制度の多様化や量的拡充が行われていますまた喜多方市では若者への奨学金返還を後押しして定住の促進を図っている状況ですこれらの他の自治体での取り組みや事業の仕組みについてどう評価し本市も市内に就業し定住する意思がある本市出身の若者へ対応された奨学金の減免などの取り組みについての見解をお聞かせください最後に小項目4つ目です これからの合津若松にとって生産年齢人口の増加は必要不可欠です。しかしながら大学などへの進学者が抱える奨学金もまた多額に上っている実情があります。実際に大学院まで進学し高度な技能や資格を取得している若者は同時に多くの奨学金の返還を余儀なくされている場合が多いこともとある報道機関で取り上げて、取り上げられておりました。そこで私は 高度職業能力を持つ若者などに移住してもらい、積極的に地域の産業の維持発展までになってもらいたいと考えますが、生産年齢人口の確保でいう観点からの奨学金返還支援制度の創設について、市の見解をお示しください。以上、壇上からの質問を終わります。 市長えー、後藤森江議員のご質問にお答えをいたしますはじめにロタおよびムンプスウイルスワクチン接種の補助制度の創設についてでありますこれらのワクチンにつきましては感染時の重症化防止と一定程度の感染予防が期待される一方でロタウイルスワクチンはワクチンが高額であることから費用対効果の問題がありムンプスウイルスワクチンは 副反応として無菌性髄膜炎の発症リスクの上昇といった安全性の問題が指摘され、現在、国において議論されているところであり、予防接種法に定める定期接種化には至っていない状況にあります。主といたしましては、公費負担を行う予防接種は、国により安全性、有効性等が確認された定期接種のワクチンを対象としてきた経過にあることから、今後 定期接種化がされた場合には女性を検討してままいります次に父親が育児参加しやすい環境づくりについてであります核家族化の進行や共働き夫婦が増加する現代において父親の家事や育児への参加はより重要になってきていると認識しております国においては働き方改革の中でも育児休業の取得を推進しており 男性の育児休業取得は、子育て支援はもとより、仕事と生活の調和が取れた、働きやすい職場づくりに寄与するものであると受け止めております。そのため、市といたしましては、国の女性制度や、県の奨学金制度の市内の事業所への周知等により、子育て家庭への支援に資する、職場環境づくりの意識・啓発に努めてまいります。 次に、子育て家庭への支援についてであります。日々の子育てにおいて、家族の協力は重要なものである、重要であるものの、さまざまな自由により、家族の協力を得られないことがいることは、現実問題としてあるものと考えております。そのため、市といたしましては、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センターを設置し、 必要な情報提供やサポートを行うとともに、育児に対する不安や悩みを傾聴し、一緒に家事・育児などを行うホームスタート事業、自宅で預かりや保育所等への送迎を行うファミリーサポートセンター事業を実施しております。またた出産産後のののの不安定定にになりやややすい一定の期間助産師等による心身のケアや育児サポートのため医療機関や 県内の助産所や助産院などの施設において、宿泊ケアや日帰りケアを受けることができる産後ケア事業にも取り組んでおります。今後とも、安心して出産や育児ができる環境づくりを進めていく必要があると認識しているところであり、家事ヘルパー等の導入の検討も含め、さらなる子育て支援の充実に努めてまいります。 なおその他のご質問については教育長及び主管者よりお答えを申し上げます教育長お答えいたします高校卒業者への経済的支援の認識と今後の支援についてであります将来を担う子どもたちが安心して学習できるよう経済的な支援を行うことは大変重要であると認識しております 教育委員会における支援につきましては、小中学校に在籍する児童生徒、または就学予定の子どもたちが滞りなく義務教育を受けられるよう、経済的理由でお困りの保護者の方々に対し、学用品費、学校給食費、修学旅行費等を支援する就学援助制度を設けております。また、高等学校や大学への進学につきましては、主に高校生を対象とする 給与制度である市奨学資金と大学生を対象とする対与制度である板橋吉男奨学資金の2つの制度を設けており就学の機会均等を図るための支援として一定の効果を上げてきたものと認識しておりますしかしながら給与制度においては近年県においてより充実した支援制度が実施されており申請者が減少していることから現在 高校生の就学を支援するための制度の見直し等を検討しているところであります。次に、返済の負担を踏まえた奨学金の経済的支援の効果についてであります。板橋よしお奨学資金は無利子で対応を行っており、卒業後の返還についても、本人が毎月の返還額を設定して返還できるものであることから、大きな負担を与えるものではなく、 対応による支援は経済的にも効果のあるものと認識しております次に奨学金の減免についてであります板橋よしお奨学資金は返還された資金を新たに対応することで運用しているため制度を継続していく観点から返還金を減免することは困難であると認識しているところであります観光庁工部長 お答えいたします。奨学金返還支援制度についてであります。若者が就職先や居住先を決定する際は、まずはその職種や業種、住みたい街など、本人の人生設計における希望が大きな要因になるものと認識しております。そのため、市といたしましては、生産年齢人口の確保に向け、インターネットを活用した人材バンクの運営により、首都圏の大学生等 県外の方々を含めた給食者と市内企業とのマッチング支援や、年2回の就職フェアにおいて、県内外の大学へ周知を行うなど、幅広い世代の雇用促進に取り組んでいるところであります。奨学金の返還支援制度の創設につきましては、現時点では考えておりませんが、今後、他の自治体の事例等を研究してまいりたいと考えております。以上でございます 後藤守家議員。はい。ご答弁ありがとうございます。まあ、質問というよりは、まあ、要望でございますが。実際のところ、なかなか財政的負担を、まあ、踏まえると。きいきなりに制度導入というのは、難しいのは重々私も承知で、ございます。しかしながら、やはり家庭を踏まえたときに。子供、生まれた赤ちゃんが、これからの。まあ、命と健康を守っていくためには、それをこう積極的に行政も。 これからの市の向かう将来のためにも、あえてこう積極的に進む必要はあるのかなというふうには考えておりますので、ぜひこの制度創設について、真目に考えていただければと思っております。また、就学援助等々まあるということでございました。この部分に関しても、子どもたちが今多くの借金を背負って学校を出ていくという現実は実際にございます。そういった若者の背中に重く のしかかっている、その重みあるものを少しでも支えていくことによって、これからその若者の選択肢の中に会津若松に行こうという、そういった思いが生まれてくるのではないかと思いますので、こちらの制度に関しても、ご検討いただきたいというふうに考えております。最後にあのの部分でこれからの 奨学金の返還支援制度の部分でもございますが、えー、隣接する喜多方市ではすでに行っているという事例もございますので、ぜひこういったところも事例として研究いただきまして、会津若松にどんどんこうこ若者たちが集まるような、そういった地域にして、えー、人口減少の歯止めをかけていただきたいと、そう考えております、えー。これらの支援については、私が提唱する赤ちゃんからお年寄りまで、笑顔あふれる町へとなるためにも重要な施策と考えております。 今後も引き続き、私も研究を重ねながら取り組んでいきたいと考えております。以上で私の質問を終わります。